幸せって言ったら幸せって言ったよね。まあ当時幸せだったかどうかっていうのはきっと幸せではなかったと思います。またゼロになるだけなんで、まあ、家でまた歌えばいいんだって思ってたので、間違ってなかったねっていうことを証明するには歌い続けるしかない。